新医師官幅幅部下頃元は、主に春秋戦国時代から、元代の中国で着られた、お組の先を腰に巻きつけて着るワンピース型の衣服。五協正義によれば、衣ともがつながり体を深く覆う衣装であると、されており、丈の長いお組の深い衣服であったようである。細かい形状については、諸説あるが、いくつかにまとめることができ、お組を続けて、変にハリス、 スリットを開けず、襟を長くして、それを三角形のようにして背中へ回し、絹の帯で締める。上下を別々に裁断してから、腰回りで一つに縫い合わせる。上は体にぴったりとして、下のもはゆったりとし、丈は足のかかとに届くか、あるいは地面に引くほどになる。春秋戦国時代には、男女、貴戦、老若を問わず着用されたようだが、 五感の頃には主に女性服となり、南北朝時代まで踏襲された。春秋戦国時代の次第部の身分の人にとっては、日常登着する際の燕服であり、一般庶民は吉礼の際に着用した。来季によれば、ウエストはもっその半分の幅で、袖の長さは袖先を折り返すと肘に当たる程度に仕立てるものとされている。上半身と下半身は、 別仕立てになっており、上半身は、比較的タイトで下半身は緩やかであった。寛大となると、真意の仕立ては、綿入れで全身をすっぽり覆う曲裾方に、引き継がれるが、五感の頃にはより軽快な時期、裾方に押されてだんだんと姿を消していった。一方、女子の間では依然として人気があり、入り病や眉の収穫の時には深頃も起きる、決まりであった。この頃のものは、 より裾が長く広くなっており、襟先に紐をつけて、背で結んで着付けた。寝台の頃は、完全に女性服となっている。裾を塩分型に裁断して重ね着するので、裾がひらひらとして、色とりどりの旗のように見えた。もから2本ないし数本の帯を垂らす。ありがとうございます。